さて、今回は超久々に、ガーキックフォンやっていきますよ。うわ、懐かしいなこの画面。時々遊んではいたんだけど、動画にするのは実に1年半ぶりね。もうそんなに経つのか。ていうかお前なんでお題鬼だるまを小銭にした？この前遊んだ糸で、チャコさんがポテトの代わりに言いそうなワードとして、ウパさんが挙げていたことにちなんでね。あ、それでチャコさんたまにおこぜって言ってたのか。鬼だるまおこぜ知らない人のためにイラスト探したんだけど、いい素材がなかったので、どんなのかはめめ村の皆さんに教えてもらいましょうか。最初のお題は、なんだこれ。わからん、私これ元ネタわからんのだけど。多分メテオさんだから変えてもいいよ。まあメテオさん説ある。びっくりマークがいっぱいついてるやつ。びっくりマークつけてないから違うな。じゃあチャコさんじゃない？危機感持った方がいい。危機感持った方がいい。うん、危機感持った方がいいよ。元ネタがわからん。チャコさん元ネタがわからんの出すのは危機感持った方がいい。さすがにチャコさんそれは危機感持った方がいい。やっちゃったか。ちなみに調べたら元ネタは、ガンダムシードのアスランザラというキャラのセリフらしい。誰だよまだこのネタ引きずってんの。多分ミゾレさんなんよな。あーけど違うなー、ラテさんか？ん？何が？いやこのお題。最初の文字は？ご。ご？ご。ゴジラ？ゴに伸ばし棒。じゃあ違うね。誰だよこれー、ミゾレさん。いや自分違うよ。ごついてないよ。自分最初目だもん。最初目？自分最初目だもんなー、違うよ。ははは、やっぱこれ八幡さん。まあ意味わかんないお題来たら大体八幡宮ではあるんだけど。意味わかんないの今3つ回ってることになるから。意味わかんないやつがいっぱい。この漫画のガチ勢がいる。漫画？漫画？メテオやん。メテオさん。何の漫画？あれでもなんか反応違いそうだぞこれ。いや騙されんの早いな。メテオさんこんなこと言ってるけど。騙されてるこれ。危機感持った方がいい。危機感持った方がいいよ。うん。やばい全部これに繋がるさっきから。汎用性高すぎるでしょ危機感。ガチで汎用性高い。この前のアモアスでもみんな危機感危機感言いまくってたからな。ははは、マジで途中でツボりすぎて。ミュートにして笑ってましたもん私。そんなに？どうせ嘘や。嘘や、キム笑いや。キム笑。キム笑。キムミュート笑い。うわ、超明確なの来たわ。こんなの唐揚げくん一択でしょ。ワンチャンタマコッコの可能性もあるけどな。このイラストでタクが生じる現状やばすぎる。あ、これはわかるよ。あーあーあーって叫んでるネットミームのやつ。ビーバーと思われがちだが、まあモッドが正しいみたいだな。まあこれで伝わるかな。画力が壊滅的なのは相変わらずだな。生まれ持った才能は1年やそこらじゃどうにもならん。努力してないだけだろ。ってなんだこれ、全然わからん。当たり前のように文字が書いてあるが、その意味も全くわからん。なんだ4連って。まあいいや適当に答えとこ。うわ、号泣するおっさんか。シンプルだけど難しいな。お前の画力で表現できるとは到底思えないが。いや、一発で表現できる秘策を思いついたぞ。できた。楽すんなや。てかこれ一般的な絵文字だろ。いやおっさんは号泣するとき大体これだから。まあ確かにおっさんがよく使ってるイメージはあるけども。私もよく使うし。あお前も嘘それ以上はいけないよ。やばい、有名なんだろうけどわかんない。ドラクエってことまではわかるんだけど。私ドラクエやったことないのよね。ゲーム実況者なのに。子供の頃そこまでゲームやってなかったからね。イタストはやったことあるけど。さて次は、パルワールドで強制労働を強いられる羊か。もころんね、パルワールド今メメ村でも流行ってるからな。こんな風にパルに仕事をさせることができるのよね。もころんは書きやすくて助かったな。汗かいとけば伝わるかなと思ってたけど、これじゃあちょっと強制労働感が足りないな。目をちょっと変えましょう。はい、これで完璧ですね。修正したとこちょっと変になってるけどまあいいか。あ、これも明確、猫ミームのやつですね。な、おじゃる丸の付近で飛んでる虫って、今時の若者は電ボの名前も知らないのか。お前だってハーボンの名前知らなかっただろ。私は子供の頃おじゃる丸毎週のように見てたけど、その辺は個人差あるのかな。まあとにかく、電ボなら任せてよ。余裕でした、見て書いたけど、これはそもそものデザインが優秀。うわぁこいつなんだっけ名前。パルワールドのメイン張ってるキャラだよな。ダメだ、思い出せないや。まあ出頭してることだけはわかるから。これでいいや。パルワールドのやつってお前、最後だしいいでしょう。ていうか何これ、チークアニメ流行ってるもしかして、最近チークアニメメメ村で流行ってる？
みんな見てんの最近。いや、誰かが回してんだよな。メメムラチークアニメ部いない？大丈夫？幼児対抗してる子供いるんだけど。幼児対抗来たな。子供向けアニメ部いるねこれ。子供向けアニメ？あ。さあ不安しかないが回答を見ていこうぜ。いやこれひな兄さんかい、わかんなかったわ。なにこれ、ミームですか？なにこれ、なにこれ。誰もわかっていないようだ。私の描いたアスランザラは、角のないウパパロンとして伝わり、お餅とウパパロンの絵が続いていった。え、これどこで変わったの？お前やんけ。おじゃる丸やんけ。おじゃる丸さ、複数回すなマジで。おじゃる丸複数いた？おじゃる丸誰が好きなんマジで。おじゃる丸誰が好きなん？今回はSレイマリ。このお題お前やんけラテ。これラテ3回。5から始まるお題これだったか。しょうもねえ。はっ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 は。ラテさんめっちゃ笑ってる。ゴールをクワガタを使ってずらしてるゴリラ。ゴリラ。もうめちゃくちゃや。どういう状況すぎる。みぞれさん頑張ってるわ。確かにお題を表そうとはしている。はるかに合戦でゴールずらしするかに。確かにカニにも見えるな。ある意味正解で草。いいよ、これはそらしていいでしょもう。地獄が生まれるから。まだ猫ミームの方がいい。あ、繋がった繋がった。よかった。こうして私のところに回ってきたのか。まさか元がゴールずらしを使うジブラルタルとはね。1億年考えてもわかるわけない。よしじゃねえよ。現場猫やめろ。まあこれも猫ミームっちゃ猫ミームか。レイマリさんはシャープをノットイコールと勘違いしたみたいだぜ。そんなことある？普通にハッシュタグでしょ。チャコさんのお題はサマータイム連打の金髪の子。見た見た、確か後ろだよね。まあなぜかハーゴンになってるんですけど。終わった。あ、私の一応ハキハキハーゴンだったのか。まあここで止めちゃったけど。いや怖い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 。また幼児向けアニメ出てきちゃった。幼児泣いちゃうよこんなの。てかワクチンマンになってるし。バイキンマンの反対じゃねえか。いや伝わってるししかも。ワクチンマンはアンパンマンではなく、ワンパンマンに出てくる怪人ね。唐揚げくんを出したのはメテオさん。まさか唐揚げくんかかんやつおらんよな。ガチで唐揚げくんだったの？こっからずらすやつおらんやろ。いやいないよいないよ。ずらしてないずらしてない。ずらしてないずらしてないずらしてないほら。はいー。はいーやってるー。唐揚げ、くん。ホームセンターコメリ。何ホームセンターコメリって。コメリじゃん。コメリのアイコンじゃん。違う感じでそれたな。コメリのロゴマーク、面白くしてください。じゃこさん。面白くしてください。面白くしてくださいじゃねえんだよ。怖い怖い怖い、何これ。しかも最後なのに。怖い怖い、マジで怖い。チャコさん、知れば知るほど、実はヤバい人なのかもしれない気がしてきた。まあ切り替えて次行きましょう。皆さん、これが鬼だるまおこぜです。うんまあ、こんなんちゃこんなのだよな。ちゃんと伝わってる。って、何食ってんだよ。マックとコラボしたんだ。ああ、パルになっちゃった。パルワールドも流行ってるもんな。パルワールド、アホズラのサメ。いや絶対違う絶対違う。アーロンやんけ。これヤバいわ、無茶ぶりが過ぎたわさすがに。いやでもうまいよ。よく書いたな。鬼だるまおこぜが処刑されるアロンに。あ、ペコ丼ね。名前でなかったわ。ペコーラね。やば、かわいい。明らかに食べ過ぎなペコ丼出てきたって。おい、なんで全部グリーンバックにするんだよ。切り抜きやすいようにしてくれてるのかな。てかメテオさんが書いてるやつモンスターボールじゃん。なんかどんぶりみてえになってる。あ、捕まるってそっちか。やば。やばいって。意味深になっちゃうって。ペコ丼。これ風刺画じゃねえかよ。やめろー。みぞれさんのお題、ハッピーハッピーヨネズは、号泣するおっさんへと変化し、霊夢の絵文字を経て、コロ先生へと変わっていった。おっさん要素伝わらなかったか。って空手さん楽しすぎ。霊夢に回ってきた4連の由来は、ロケットランチャーだったみたいだな。そんなのわかるわけないよ。そしてなぜか最終的にガンダムになった。そしてモコロンをめでるSレイマリというお題は、途中でウルーを挟んだりモコロンに戻ったりしながら、若干モコロン優勢で伝わっていき、最後はレイマリさんがモコロンと答えて終わった。ん？なんだこのお題？やばいやばいやばい。これわかんないけどこれじゃないの？ああ、これか。ああ、おじゃる丸の歌詞か。おじゃる丸誰が好きなんマジで、やめてくれ。おじゃる丸誰が好きなんだ。いや、名前が思い浮かばなかったんだよな、あの虫。電ボね。電ボ電ボ。あいつ電ボっていうの？忘れたわ。マジ？私おじゃる丸結構見てたけどな。電ボマジ出てこんかった。飛んでる虫ってやばいな。ちょっとハエみたいな言い方してるんだよな。ハエになった本当に。電ボ。最後のお題はハッピーハッピーハッピー。猫ミーム何回目？と思ったら即マーモットになった。さすがにみんな飽きてきてたのかな。
俺、あまりにも画伯したかもしれん。怖い怖い怖い。これやばい。バケモン来た。カッコホラーって書かれてるし。ちゃんと右下にサイン書いてるから。あ、かわいい。でも最初のお題からそれてるんだよなこれ。ちょっとマングースじゃないよ、マングースじゃないよ。マングースって何って思ったもん。あ、かわいい。白くなってる。叫ぶゼンコパー。え、俺？白クマに見えるね。確かに、白クマか。ということで、今回もたくさんの恐ろしいイラストが生まれてしまいましたが、楽しかったですね。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくな。それじゃあまた他の動画で会おうね。バイバイ。